1月15日祝日、成人の日、そしてセンター試験の当日だったんだと思う。小さい時からずっと一緒に暮らしてきたおばあちゃんが死んだ。進学も就職も何も決まっていなかった僕は、息を引き取った病院の近く、冷たい北風の吹く砂浜で、はあ、今頃みんな受験頑張ってんのかななんてぼんやりと思いながら、青く晴れ渡ってちょっとだけ春の気配のする冷たく澄んだ空を眺めていた。防砂林の向こうでは車の行き交う音、クラクションが響き渡り、向こう岸の工業地帯からは相変わらず煙が立ち上っている。いつもと同じような一日が誰かにとって特別な日になることがあるということを初めて知った日だった。小学校高学年くらいだったある日、おばあちゃんが死んだ夢を見た。家族で食卓を囲んでいる。お父さん、お母さん、弟、一人少ない静かな食卓だった。節間にはおばあちゃんがいる。もう息を引き取って動くことのないおばあちゃんがいる。そんな暗くて吸い込まれそうな部屋の奥から、もう二度と動くことのないはずのおばあちゃんがお化けになって現れて僕に話しかけてきた。僕は怖くて恐ろしくなって、近づいてくるおばあちゃんから逃げた。なおちゃん、起きなさい、朝ですよ。元気なおばあちゃんの声で夢から覚めた僕は、最初はひどく戸惑い怯え、それからだんだんと落ち着いてほっとしたのを覚えている。実はその後ずっとこんな夢を見てしまったことに後ろめたい気持ちを抱えていた。高校3年生の冬、あの日と同じこの部屋で本当におばあちゃんの亡きがらを見つめている。お化けでもいいからもう一度おばあちゃんに会いたい。おばあちゃんのお化けだったら怖くない、本
時、初めて声を上げて